すごい。おで、暇なことしてる。プチプチしてます。例えばですね、レースの方の受付、ドリンクの受付、まもなく締め切りたいと思います。この後ですね、練習で、購入される方いると思いますので、練習の際の販売、待てよ。待てだって、僕今日はフルサイズだ。50代前の試験員で飛んでくる。そういう時もあるよな。はい、どうもおはようございます。7、3、5、はい、どうぞ回してください。6、7、6、はい、OK ですけど、結構いっぱいギリギリですね。日中日が上がったらアウトになるかもわからない。あ、KV が足の方に回転が入った電源もありますし、誰もあるの回転もあ、和田さん。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。たまに見てます。たまに。たまに。ありがとうございます。たまに。あ、どうかわかんない。はい、それではここから4分測っていきますね。あー、すいません。あ、曲がる場所間違えた。あ、すいません、また。すいません。はい、そろそろでは終了してください。おー、お代わりお願いします。なるほど、いい感じですね。あれか、あれだったか。よしよし、よしよし。おはようございます。おはようす。おばちゃん元気ですか？トップ3ぐらいに入れるかと思ったんですよね。そうだ。はい、ここまでなんと残念ながらビートップスがワンツー体制で3番手のイリアノース、4番手もビートップス、サンキューパーク、小室選手が5番手につけております。ただ公式練習ですから。そうです
ね。ああ、でもそれでは行きましょう、続いて。あ、これ渡辺さんできますね。それではスタートします。さあ、ここビートップス、ワールドジャムレーシング、モンデス RC サーキットRC スタジアム袖ヶ浦。ここはビートップスが1人、ワールドジャムが2人、袖スタが2人、モンデスが2人ですね。あ、ここ本来石岡正幸が出るはずなんですけどね、ちょっと今回余裕でパスしてるようです。パスです。パス。あと井上さんが来てますから。井上さん、いつもさん、井上さんいます。井上さん、井上さん走ってないようなんですけど、ストレート内側、ストレート。さあ来ました、クリア。このヒートちょっと注目あれですね、関東チャンピオンが出てました。関東チャンピオンが出てますね。さあ、でも岐阜のチャンピオンいるんですか、岐阜大会のチャンピオン、ね、岐阜大会のチャンピオンは、いや、出てない、このヒントいないですね、このヒントいないですね。じゃあ、このヒントは関東チャンピオンが出ておりますが、15秒302と、全体の4番タイムですね。まだ時間ありますからね。やばいっすね。タイムアップ、ここで時間です。まずこの1回目はね、金子選手がトップタイムをマークしております。全体トップをマークしております。金子さん全然反応してくれないし。見てみましょう。さあ、カイロマンさんですね。ボンさん、どうぞ。ママスエリアノースさん、いいんじゃない、いいんじゃない。変なとこでエミーのわけのわからん首に入れられた鼻を。そう、コーチミーとスタート入ります。15秒、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 15秒
ここは15秒台で3名、まずはやはり関東チャンピオン、カルト選手15秒33、池松選手15秒47、赤井選手が15秒55といったり、そして引き高め選手も15秒87ですね。林直近君も小学生ドライバー、今回小学生のドライバーが多分3名いると思うんですよね。この小学生ドライバー、林選手は17秒7で検討してますね。さあやばいぞ、ワールドジャムの関東チャンプ金子15秒3だぞ。全体の現在6番手から上がってこれない。これだと最終組、最終組には残るんですけど、残りますかね、うん、今でも1ラウンド目で出したんですね。ラウンド目でセット変更したんですかね、ちょっとその場合余計なことしたんじゃないですかね。やりすぎちゃったんですね。あ、いいっすか、ここで入れ替わりありましたね。2番手にはアサリ選手が上がりました。15秒42をマーク、坂部選手が現在4番手8位、はい、10秒台ここまでですね。ワールドジャム、モンデウス、ビートップ頑張りすぎだよ、ちょっとね、タイヤがなくなるよ、そこでやっちゃうと明日よ、一応ら美味しいとこなくなったなね、ブリットルですね、うん、でもタイヤは使えとるって感じです、やっぱり今までね、タイヤが使えない症候群だったんで、何回転だったっす。3980最強最強、あと10いけます、行ったらダメだね
何回転だったんですか。3950。あと60回転いけるさ。まさに21戻してんよこれ。あれ増えとる。あったかなって。あったかなって。もらったねヒートシンクめっちゃ効いとる。あります、あります、立ち上がりがあります。ですね、立ち上がりはですね、思い出しました、思い出しました。一人ずつなんです今回は。ちょっと厳しいんですけど、一人ずつなんですけど、予選で例えば C メインになっちゃったりとかすると、結構立ち上がりがないと思ってる方がいると思いますが、今回は全部のメインで一番速かった。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。コスマーシャルお願いします。これ、ゼッケンとかないっすよね。ないっすね。結構で、がっつりしてるんです。あの、双葉のやつより。結構多いっすね。持ちやすいんですわ。まあ、多分ここで持ってブリブリしたらぶっ壊れますけど。包帯が割れそうやな。こうやって。包帯。ここが、パリッて。って。ホラーの方が悪い。使い方間違ってるよって言われます。すごい、はい、めっちゃ面白いですね。どうでしょう。やる気あるシャンス。やる気が、やる気しかねえさ。ワールドジャムがトップで海王丸、海王丸と続いてます。自作コスパ、自作コスパ、海王丸の最近ペナルティがありますね。すごいな。これはすげえ。もともとは420なんです。確かの方、折り返し地点ですね。2分30秒に間もなくなり、みたいなあるんで、まあ、ないです。カーボンの板入れて、はい、0.5 ミリ浮かしてるんですけど、0.2 秒差ですよ。かっけえ。0.3 秒差で3人いました。はい、それではコースオープンです。さあ、もうここだいぶ勝ちてますよね。このメンバーちょっと楽しいを忘れてる選手が出てきますね。さあ、ヒート9ですね。ヒート9からは A メインの選手出ますよ。出ますね、間違いない。出ます。さあ、先ほどの20周15秒を切ってくれば暫定ボール。はい、松谷選手を先頭に B トップスからスタート入ります。はい、それでは行きたいと思います。第9ヒートスタート、5秒前です。1コース、2コース、3コース、4コース、5コース、6コース、7コース、8コース、9コース、全車計測を開始しました。さあ、第9ヒート、最終ヒート、一つ前のヒート、速い。これは素晴らしいタイム。1周目4コースのエリアノース、中田選手、15秒2で入ってきます。さあ、そして小室選手も15秒3。はい、エリアノースの待機をしてきましたね。じゃあ、小室選手はあれですよ、サンキューパークですよね。はい。サンキュー RC パークの小室選手。さあ、中田がトップ、中田がトップ。さあ、エリアノースが現在レースを引っ張る。いやー、しかしまだ9番手までが1秒差ですよ。ここでね、エリアノースがワンツーです。エリアノースの上野選手、15秒2。間違いなく先ほどの20周のタイムを上回ってきます。しかし 0.02 秒差で小室選手。そしてまたまたレースから 0.02 秒差で上野選手。小室さんはね、サンキュー RC パークですね。富山、兵庫、富山の順です。トップから現在4番手までコンマ7秒。秒ですね、1秒。トップから4番手までコンマ7秒。この4名は20周ペースです。しかしですね、8番手まで藤巻さんまでが1秒差なんです。はい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 、すごい接戦です。藤巻さんちょっと今遅れましたね。遅れましたか。うん、あと1台接戦ありました。場外1台。これはちょっと知らないな。改めて2つは見ていますね。トマトでね、今ね、多分ね、多分中田選手じゃないですか。上野選手か。ポジション落としましたからね。うん、はい、代わってトップに立ちました。 B トップスが来ましたね。さあ、兵庫から参戦 B トップス、中谷選手15秒327。松谷選手、ごめんなさい、松谷選手15秒327。
しかしまた中田、中田がトップ、また中田がトップですね。15秒20を出しますからね、はい、エリアノースがトップを回る。さあ B トップス、エリアノースをかわすことができるのか。村岡選手も15秒22を出してるんです。すごいですよね。上野選手も15秒27、はい、このヒートベストラップ一番遅くて15秒5で、本当ですね、はい。さあ時間の方は折り返し地点は過ぎました。はい、残りが2分15トップは4コースの永田選手です。さあまだ1位から4位までが 0.7 秒かな。永田選手がホワイトのボディで、あ、今トップのマシンじゃないかな。今バックセルの手ですけど、今トップのマシンだと思われます。そう言いましたね、はい。ちょっとこの週見てみましょうかね。それでおそらく4番手、5番手あたりも、いや、あのね、ワンコケで3つから4つポジション落としますよ。違うから大丈夫かな。変わってないですね。大丈夫ですね。中田選手がトップ、はい、0.8 秒差で松谷選手。さあ松谷選手もトップに、ね、行きたいところですよね、うん。そこから1秒ちょいで村岡選手、はい、そこからこの周回でどうか。多分ですね、多分最終的にはこの次の予選ラウンドが一番ピークじゃないですか。はい、でもう一個あるそうだね。私そこでトップになってますから11ラウンド以上確定ですか、はい。さあトップ中田に変わらず2番手との差が1秒で広がっております。さあじわじわ逃げてますね。はい、じわりと広げてますね。そう出してますからね。はい、時間が1分となりまして、トップの中田選手は今通りましたね。さあ今バックストレートでございますね。やっぱ渋谷ですね、はい。バックスレーですよね。今前方1台車がいるのかな。そうですね、ホワイトのボディ、はい。これどっち側、白赤のですか。白の、はい。天井がブラックですね。前を走る真っ白のボディ、はい、真っ白のボディですね。さあしかし残り時間が10秒、大時計は10秒、はい。さあ1台転倒、これはトップランスにしてた小室選手のマシンか、はい。さあこれで大きい、続々やはり20周入ります。まずは中田選手、松谷選手も20周、5秒残し、あー2人だけかな、入るのはどうだ、2人ですね。いや村岡選手も入った、3人。さあ時間を経ってます。松谷選手ゴールです。中田選手ゴール、はい。さあ最後村岡選手ね。村岡選手以外は全者ゴール、うん。このヒントはなんと3名が入手にあります。バッシャッター。予選1回目はぐらいです。転がってるんで、転がってると跳ねるんで悩んでんだよね。よし、あ、早い。さあ、ジャンプテンションのリズムを送りますから、そうだ、このヒートは15秒台のペースだ。足らない。あ、マジで、うん、あ、タイヤが減った。 2g 足らない。ちょっと待っててください。どこにしよっかな。みんなここにやるかな。じゃあちょっと待って、服。ああ、ありがとうございます。ブチッと。はい。あれ。あ、これ使っていい。はい。食うかな。いや、中古にしたらもう捨てようと思って、なんかこう間が空いちゃったんで、ここで攻めてもなと思って。そうなんですよ。中なるみや。もう人間もダメ。もう中古に変えてきた。もうなんか間延びして、俺の気合が消えたんですよ。
捨てに行くっていう。しっかり入れてますね。しっかり入れたっすね。はい、それではコースオープンです。第9ヒート残すとか、あと今日は2つになります。コースマンションのなんとかね、なんとか4コース、1コース、8コース、9コース、2コース、6コース、5コース、7コース、3コース。さすがすごいよ、もう行っちゃってるとこまでちゃん。1周目から、よし、サンキュー RC パーク。しかしですね、現在トップは、あ、そうなんだ。ここのトイレ、感動するよ。あ、めっちゃ綺麗。綺麗。これすごいですね。無料だからね。あ、そうなんだ。Wi-Fi 飛んでます。Wi-Fi も飛んでんだ。うん、あら、すごいわ、これ。昼夜。観光地ですね。観光地だけど、夜すぐシャッター閉まるんですね。朝早いから、8時間労働きっちりも。あー、そういうことか、今。そうそう。働き方改革来た、みたいなことか。本来はみんな雇われる従業員だから。なるほどね。歩くの早いっすね。腹が減ってるんだ。腹減ってる。あ、ここかっこいい。わ、なんかかっけえじゃん、これ。あ、めっちゃいいっすね、これ。いいね。これいいね。構えるな。